タイポグラフィ、タイポグラフィは、活字、あるいは一定の文字の形状を複製し、反復使用して印刷するための媒体を用い、それを適切に配列することで、印刷物における文字の定裁を整える機芸である。タイポグラフィの領域はその終焉においては、木版を用いて、文字を印刷する製版、見出し音のための木活字の使用、やはり木活字を使用する小活字版、さらには、 レタリングやカリグラフィ、東アジアの諸芸術と技術的内容においても、神秘的様式においても、深く連関する。印刷物の読みやすさである可読性や、視認性、そしてその美しさを得るために、活字の配置、構成やその属性すなわち、書体、字体の大きさ、ウェイト、行と行との間隔、レディング、文字と文字との間隔、カーニング及びスペーシング、 印刷紙面上での活字が占める領域の配置、構成、レイアウトなどを設定し、経済的に効率よく印刷物を出版することが初期タイポグラフィであった。ただし、活版印刷だけをタイポグラフィとは言わず、自体の集合であるグリフ及びファミリーが存在している。限り、古い文献などから見られる、色々なグリフも立派なタイポグラフィの一部である。 活版印刷技術誕生から派生した芸術やデザイン性もタイポグラフィの一つである。現在では印刷物に限らず様々なデザインの中で見ることができる。タイポグラフィを専門とする職業及び職人、テクニシャンをタイポグラファーという。タイポグラフィは活版印刷と共に始まった。マインツのヨハネス・グーテンベルクが印刷したグーテンベルク聖書42行聖書。 1455年、頃は当時の書者の様式に従って、ゴシック体や飾り文字、イルミネーションなどを駆使した書籍を大量に作るために用いられた。グーテンベルクの漢本は、複数の文字を連結して、単一の活字に鋳造したリガチャ、合字を多用し、写本の形式を外れないよう考慮されていた。グーテンベルク以降の15世紀の中造活字印刷物を、特に、 インキュナブラとこ。インキュナブラの時代は、活版印刷の電波と書体の開発が主に着目される。マインツから電波した活版印刷は広くヨーロッパに電波した。ゴシック体は数種の書体の総称で、また活字は印刷所によって微妙に異なり、ほとんどの印刷所で使われた。イタリアでは人文主義者などの筆記体を参考に、ローマン体、 イタリック大活字が制作されるなど、写本から活版本への移行の準備が進んでいった。日本語で西洋式の中造活字による活版印刷術が伝わったのは、キリシタン版、キリシタン版、キリシタン版からである。キリシタン版は、イエズス会の宣教において、教家に必要なラテン語の書物の印刷を図って1590年に印刷機が導入され、 数差に置かれたのに始まる。しかし、キリシタン版では、国字本と呼ばれる漢字や金混じりの書物も開版され、その書体には行書体が用いられた。縦書き、縦置きの紙面を再現するために、オーブンの印刷で左から右に活字を組んでいくのを、縦のラインにみなして、90度回転させて、字を並べることで、高さは固定で、幅は自由である。 大分割字の仕組みを幅を固定とし、縦の長さは自由とすることができ、それによって、金の連綿、文字の大小などを再現した。連綿体を活字にしたのは、キリシタン版が最初である。一つの字体に対して、複数の字型を用意することで、書写体の再現を図った。片面印刷で、袋と字層を行っていたのも注目される。これらは、 読者対象を民衆にしたためだとされる。キリシタン版は1614年、キリシタンの追放令と共に終焉を迎えた。日本における初期タイポグラフィとの関連では、鋳造活字を基本とする西洋のタイポグラフィと、技術的には同じではないが、慶長年間に開版されたサガボンの連綿活字が重要な成果としてある。サガボンは、木活字を用いたが、 キリシタン版などの活字版印刷の影響を受けたものと言われる。サガボンではグリッドシステムのようなものに活字を並べ、連綿は縦の長さを整数倍した活字でなされたとされる。角倉祖案や本編光悦の字を彫ったものと言われる。サガボンなどを含む木活アザ版を小活字版と呼ぶ。木活字による印刷は発行部数の増加とともに減衰。 経典や学術本の印刷に用いられるのみになり、聖版へと主流が移ったが、聖版の様式に、佐賀本などは大きな影響を与えたとする説がある。木版印刷が進行していく中で、字型の固定化が進んだ。再び西洋式の鋳造活字を用いた、活版印刷術の模索が始まるのは、幕末が近づき、にわかに西洋と日本との交流が始まった頃である。 長崎版、版書調べ書版や幾多の民間版などの自家での、活字じ駐造による、洋書印刷による需要が見られた後、元気象像による、長崎町版、大鳥圭介の縄部看板、島霞谷の大学投稿や、文部省、看板、三代、木村貨幣による、初の老型伝薔薇法による、活字じ駐造などによる、日本語活字の模索がなされた。 大島や島のものは一定の成果を収め、出版点数も多いが、木村によるものは、活字が作られたのみに終わり、元木のものも2点が確認されるのみであった。これらの活字を用いて出版されたものに共通する、特徴は、要所、特に教本の翻訳を印刷するために使われたということである。反面は、木活技版のレイアウトに基づいており、書体も、明朝体や楷書体など、 木つあざばんによく見られるものであった。1869年に、長崎鉄工所で、ウィリアム・ギャンブル、ガンブル、ギャンブル、ウィリアムより、東洋学木工以来の成果である苗朝大活字の将来を受けた。この時講習を受けた面々より、元木に従い新外活版、東京築地活版製造所へ移った組、残って、工部省観光寮、大倉省印刷局へと、 移動した組へ分かれた。まずこの印刷術が利用されたのは二つなどの政府からの通達の印刷においてであった。中央政府より各県へ送られた二つは、さらに軍師、町村へ複製し送る必要があり、その効率を上げるために活版印刷が採用せられたのである。新外活版から東京へ派遣された平野富士は、この採用を通じて利益を上げていった。 修英者などの新興印刷書、新聞社への納入などで次第にシェアを抑えていった。新興印刷書などの出版物では、正版、木活ツアザ版で分かれていた、読者層に対するレイアウトや、書体の別がそのまま残れる形で印刷されていた。伝統的にひらがなは一字一字で、大きさが大きく異なっているものであり、キリシタン版ではそれをできるだけ再現してあったが、 三箇所間までに、すでに完成していた、正方形の漢字活字に合わせる谷に、金も決まった枠の中に作る必要があった。侵害活版にて最初に作られたと見られる金は、2.3、4号のもので、池原香里地、地の筆になり、大島の金とも似て、正反に見られた種類のものであった。1872年代。これは、まだ、特に正方形に、 地形を変形しようとはせず、流霊な字様であった。この頃、試された金に、金の加いによる冊子や新聞などには、また別用の金が見られるが、これも正反に見られる種類のもので、1874年、頃に侵害活版が申請する金は、1号から6号まで揃えられ、この種類であった。こちらは、池原のものに比べ、正方形にしやすい書体であったが、それでも、 正方形に入れるための変形は大きかった。この頃はまだひら仮名は整理されておらず、今の変体仮名もまだ多用されていた。しかし、池原のものでは、ほぼ全時に同じであったと言って良い爺様も、新しい仮名では主体を成す仮名と別体の仮名とで爺様が異なり出す。別体のものには主体のものに比べて正方形の枠を意識した変形の跡が少ないのである。 漢字活字の開発としては、1876年の新外活版の印刷物に3号の行書が見えている。1876年より行動権成長体が発売されるなど、病状体以外の書体開発もなされていた。二箇所間将来の活字は、築地活版において改め国が進められ、1890年代頃に大体完成する。その頃までには、 霊書体やゴシック体なども開発する企業が出て、明朝からだも築地活版以外に印刷局などの参入があるなど、活発な開発の様相を呈した。これらの活字書体は、書き文字の多様性を反映したものと考えられ、本文に使われる活字の大きさよりも大きいもの、見出しなどの書体として使われた。この五六等点の和文への導入も試みられた。 西欧の反面に習ったものであるが、それまでも漢文訓読で用いられていた。いや、などを和文の表記でも使うようにしたのである。書き文字と比べて、句や文の切れ目が印刷したものでは判別しにくかったのも、手伝って普及した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。